今日は決勝戦ね。私も後でアリーナに行ってみようかな。おー、ついに動くか。私、毎日の散歩こそがわしの健康の秘訣じゃよ。今日もいい天気で気分爽快じゃわい。そっか。長生きの元気の秘訣は運動よって言ってるね、体験持ったおばあさんもいたもんな。イースの時にね。金欲いたもんな。ジンタか。ふっ、今日はトラブルが起きないといいな。今日は決勝戦だけに早めに出かける人が多いみたいだね。やっぱそうだよね。そうなるよね。こちらのいちごクレープなんておすすめですよ。いちごクレープあんの？嘘つき。嘘つき。いちごクレープ欲しいんだけどな。昨日の夕方あたりから街中に兵士が増えたね。悪いことやってなくてもなんだか緊張しちまうぜ。そうだね。なんだろうね、それって。警察署の前通るときとかドキッとするとかさ。そういうのあるよね。昨日、初心者だが、釣りに対して大変熱心に溢れたお客様がいらっしゃってな。ほう。心打たれて、同志、ペシュールに手ほどきするように命じたのだ。同志って言い方。どういうこと？初心者だが、熱意のあるもの。ペシュールさん言ってんの？確かになんかどっか、初心者講習って言ったけど。誰かいたっけ？他に。来た人ってか、これ何釣りに関係やんな。あ、船漕ぐやつか。なるほど、オールか。ペシュールは、今日は講習会か。釣り好きの輪を広めるのも、私たちの大事な任務だからね。なるほどね。だんだん勢力拡大して、いずれ、オートに反旗を翻す。それが、空の奇跡、999とかで起こるんだろうな。超高師団が反旗を翻したっていう。竿で戦ってくるっていう。多分そういう感じあるんだろうな。あんたたち、もしかして、決勝戦に出るチームじゃないのか？だったら、うちのクォーツ使って優勝してくれよ。そうすれば、儲かる上に宣伝にもなって一石二鳥なんだがな。それ、君たちには益あるけど、僕たちに益はないんですけど。まあ、使ってるけどさ。使ってますよ。まあ、坊さんとか。便利なんで。今日は武術大会の決勝戦らしいね。お客さんが大会へ行ってる間に修理してあげなきゃな。大変だな。大会見れないのか。おはようございます。皆さん。おはよう。今日はいよいよ決勝戦ですね。そうだな。昨日お話しした地下水路には行ってみましたか？これからです。あそこなら今のあなたたちが腕を磨くにはもってこいの場所だと思いますよ。シャイニングポムちゃんの方がいいんじゃないの？昨日、ああ、俺も決勝戦を見に行きたいぜ。ばあさん、早くしないといい席がなくなってしまうぞ。おじいさんったら、私たちは、レジェンドなんですから、普通に、VIP 席の貴賓席ですよ。ちょっと待ってくださいね。仲いいな、ここ。ここの夫婦も仲いいよね、年取ってるけど、だいぶ。多分、おばあさんの方が強いからな、おじいさん逆らえないのもあんだろうな。昨晩は街が兵士だらけで、家に帰る間に4回も呼び止められたよ。俺ってそんなに怪しい顔してるかな？顔見せてくれないんだけど、一回も。なんだか自信なくなっちゃうよ。こっち向いてよ。ああ、私も試合をアリーナまで見に行きたいな。こういう仕事って、人が遊んでる時ほど働かないといけないのよね。そうだね。大変だね。あ、ここの二人はもう出かけたんだ。そっか。二人は出かけたっていうか、旦那さんはもう先に取り行ってたけどね。昨日の夜、カーネリアで契約したからな。捕まってなきゃいいけどな、兵士に。そろそろ知らねえとか、決勝戦だから見に来てくれたりしないのかな。ちょっと門にいないかなって思ってんだけど。ここ数日間、この辺りでも情報部の特部隊をよく見かけるんだ。生誕祭までテロリストを見つけないとさすがに不安だよね。大会も今日で終わりだな。でも、テロの犯人が見つかるまで、僕らは息を抜けないよ。うん、噂では、遊撃士を名乗るテロリストは相当な腕らしいです。1対1では歯が立ちませんから、常に連携を取れるように警備体制を考えなくては。情報部の兵士たちが巡回に来るようになったんだけど、親衛隊と違って、やたらと威圧的で傲慢な態度なんだよな。あれじゃどっちがテロリストかわからないよ。お、こいつは真実に近づいているな。真実に近づきつつある。なるほどな。今日で武術大会が終わりだね。そろそろ王女の方で新しい動きがあると思うんだけどな。なんだろう、こいつは未来を知っているのか。動きがあるってなんだ、どういうことだ、説明しろ。武術大会が今日で終わりだね。生誕祭が近づくとまたちらほらとお客さんが来るだろうな。通るんだろうね、ここ。新しい料理に挑戦したんだけど失敗しちゃったのよね。うまくいけばメニューに新しく追加できると思ったのにな。追加してよ。また時間がある時にいろいろと試してみるわね。そっか。まあでもそんなもんだよね。失敗ばっかよ。みんな失敗ばっかよ。最初の実況とか見るに耐えないからな。今でこそこうやってカットするようになったから、なんかまともに見れるようにはちょこっとなったけど、見るに耐えないっていうところはあるわな。10時間とか見てくださいね。地獄だな。今日はいよいよ武術大会の決勝戦がある日だね。やっぱり特務部隊の連中が勝ち残っているのか。認めたくないけど腕だけは確かだからな。この辺りは平穏なものだよ。ここからの景色を見ていると、とてもこの国でテロ事件が起きているようには思えないよな。まあね。ロレントは結構平和かな。まあ、バサカジールちゃん事件あったけど、あれもなんか別にバサカジールちゃんが紛れ込んできただけだったもんな。親衛隊も特務部隊と同じくらい強い人が揃っているらしいね。そんな人たちに襲撃されたらと思うと怖くなってきちゃうよ。まあ、新人ちゃんね。最近隊長や副隊長が何かと悩んでいるみたいだよ。王国軍の中にも色々とあるみたいだね。下っ端にはあんまり伝えられてないのか。情報部の特務部隊は腕の立つ者ばかりが集められたと聞いている。考えてみたら、そこまでのエリート部隊が情報部に果たして必要なのだろうか。私の詮索するべきことではないが、最近色々と気になってな。大会の決勝戦は特務部隊と遊撃士の組み合わせらしいね。特務部隊は強者揃いだから優勝しちゃうかもね。女王陛下の病気に関して陛下自身の声明がないのが少し気にかかりますね。実際に生誕祭はどうするんでしょうか。なんかちょっとずつ兵士たちも違和感に気づき始めてるね。徐々にだけど。あ、またタビーちゃんサボってる。またか。タミーのやつはまたどこかでサボってるな。まあいっか。今は客も少ないしね。サンデッドさんが甘やかしてんだろうな。それで考えたんだけど、やっぱり優しさだけじゃダメだと思うわ。私は時には厳しく叱ってくれる人がいいの。だってそれって本当に相手のことを思いやってるって証拠じゃない？タミー、こらタミー、仕事しろ。戻りなさい職場に。この子もずべこべ言わずにさっさと彼氏を作って連れてくればいいのにね。すっかり耳としまになっちゃって。タミちゃん可愛いだろうからな。ちょっと具体的なビジュアルはなんか汎用キャラなんであれだけど、可愛いだろうからな。もうすぐ決勝戦が始まるね。俺は一応王国軍の兵士だし、やっぱり特務部隊の方を応援するよ。そっか。目の前にいるんだけどな、その相手が。親衛隊や怪しい人物を見かけたらすぐに僕たちに知らせてくれ。俺たちじゃなくて僕たちって言ったな。優しい感じな表現だな。昨日から兵士たちが街中にいるわね。親衛隊の人たちは見つかったのかしら。見つかってないからいるんじゃない。あの特務部隊とかいう連中はリシャール大佐の部下とはいえ、どうも好きになれませんな。ああいう組織がリベールの王国軍にもできるとは。おばあちゃん、ジンさんに片腕で止められてるよ。大丈夫？昨日大聖堂で見かけたことのないシスターがいたわい。新しい方かしら。おばあちゃん、実は分かってんじゃないの？年の功で。なるほど。今回はそうきましたか、七王教会殿。みたいな、そういう、分かってんじゃないかな。ここのアイスクリームはグランセル市内でもすごく評判がいいんです。なんでも、クローディア姫がお忍びで買いに来て以来、王室御用達って噂ですよ。それ言うの遅くないか。先に前に言ってたけどな。ソルベちゃんが。アイスいいなぁ。あそこのアイスすっごく美味しいんだよなぁ。はっ。ルシアちゃんと友達になるかい。アイス奢ってもらえるぞ。アイスクリームすっごく美味しいよ。ママが買ってくれたの。これはなかなか難しい状況になってきたな。どうするクラリスさん、買ってあげるか。難しい状況になってきたな。ここのアイスクリーム屋さんとっても美味しいのよ。ひょっとして、オートでも有名なお店なのかしら。入り口にも売ってるけどね、アイス。さあ、いらっしゃいませ。今日は大会が終わった後に、本日限定のアイスを売り出す予定です。どんなの？楽しみにしていてくださいね。大丈夫だ。金はある。いくらでも金はある。優勝資金ももらえるだろう、きっと。買い占めてやろう。限定アイス。全部買い占めてやろう。今日はいよいよ、武術大会の決勝戦ですね。見に行くことはできないのに、そわそわしちゃいます。そっか。大変だね。遊んでいる時に仕事しなきゃいけない仕事だね。アルバ教授が館長から決勝戦のチケットをもらったらしいよ。アルバ教授も見んの。いいな。まあどっちにしても僕は仕事でとても見物に行けそうにないけどね。そっか。来てもいいのにな。今日の決勝戦はぜひ見物に行こうと思ったんだが、モースで古代生物を研究している学者と会うことになってね。昼過ぎの飛行船に乗るから、大会は見に行けなくなってしまった。残念だが、チケットはアルバ教授に譲ったよ。ああ、持ってたのか、たまたま。そっか、なんか予約して買ったって言ってたもんな。譲ったのか。ああ、いたね、酒場に。いましたね、酒場に。傷波の御事、キリシュ、酒場に。いましたね。生物研究してる人。飛行船が遅れるたびに、ボースの空賊事件を思い出しちゃいます。心臓に悪いですよね。入るの忘れてるね、いつも。今日が大会の最終日でしたっけ？テロ事件があったとはいえ、盛り上がっていますよね。ボースの空賊事件や最近の王国軍のおかげで、飛行船公社は今期は大赤字ですよ。何か一つくらい明るい話題はないんですかね？そっか、大赤字か。きついな。どうしようもない理由で大赤字だもんな、そんな。他者の都合で。ここだけの話ですが、中央工房の仲間からあのラッセル博士がさらわれたと聞きました。うわー、噂が流れてきてる。ティータちゃんが一緒だったとも聞きますし、心配ですね。ティータちゃんと知り合い？ペイトン？でもあの博士なら自分で脱出して工房へひょっこり戻ってくる気もするんですけどね。ペイトンっていたっけ？記憶にないな、ツアイスにいたか。ティータちゃんと知り合いの人だ。もうティータちゃん顔広いだろうかな。有名人だろうし。今日は今のところ予定通りに飛行船が来ているよ。よかったな。さて、次に来るのはセシリア号ね。準備を進めておかなくちゃ。あー、眠いぜ。早く交代の時間が来ないかな。今年はこの調子じゃ、武術大会は見に行けそうにないな。録画とか売ってんのかね、こういうのって。この世界だと。録画機とかあんのかな？写真で見るしかないのかな？オリビエさん、今日もまたお出かけですか？で、歩いてばかりいると、あの方も黙っていませんよ。あの方？あまり目に余るようなら、報告してくれと言われてますからね。あ、あの人か。あの人ね。報告したとこで変わんないと思うよ、もう。エーデルちゃん？あ、違うわ。メイシャちゃんか。エーデルちゃんに見えた。まさか外に出ているとはと思っちゃった、今。今日はいよいよ決勝戦っすね。皆さん、頑張ってください。俺信じてるっすから。ここをよく通る綺麗なお姉さんがいるんだ。通るよ、今から。最近は一日に何回か彼女に会えるかだけが楽しみだよ。今通ったけど。よし。今日、これから3回彼女を見かけることができたら、今度こそやる気を出して頑張るぞ。むふ彼女がここを通るまで小説でも読んでるふりしていいよっと。もう通った今。通ったぞ今。あと2回。え？でももうここを通らなかったらどうしよう。通る通らない、通る通らない、通る。早速彼女がここを通っていったよ。あと2回。え？カウントされてる本当に。偶然か？ 2 回目だからか？ちょっと待って。アントンのやつも妙なことを考えつくよな。ちょっと待って、待っていいですか？これ変わるのかな本当に。ちょっと待って。あ、来た。あ、あと1回。お、変わってる。あと1回彼女を見られたら、僕はもうやる気満々男だよ。そうさ、彼女は僕の女神様さ。うわ、怖っ。ストーカー超えてできるんだろうな。そっか。変わるのか。ハルカムなんか、謎の仕掛け用意してんな、お前。ハルカム。楽しみだな。待つか。ぐるぐるして待つか。これ違う？これ綺麗なおばあさんだけど、違う？これじゃない、これじゃダメ？ちょっとおばあさんをブロックしとくか、一応。おばあさんをジンさんでブロックしとこう。一緒か。止めるか。飛べるか。ちょっと待って。オッケー。あ、来た。考え込んでるぞ。なんか考え込んでるぞ。え？なんで考え込んでるの？どうしたの？あそこにいる人さっきから私のことをじろじろ見るのよ。怖いから通りたくないわ。あら、あなたたち遊撃士なの？よかった。遊撃士さんがこの辺りにいるなら平気よね。あ、そういうこと？そういうこと？またさっきの男と目が合っちゃったのよ。ちょっと怖いわね。彼のいる場所を通るのやめようかな。何か始まっている。どうなる？どうなる？やったー！彼女に3回会うことができたよ。今、世界中のみんなにありがとうを言いたい気分だ。ありがとう、ありがとう。僕はここにいるよ。ありがとう。君たちに機嫌の印にこれをあげるよ。え、カデリアまさか。なんでだよ。強引すぎるだろ。強引すぎるだろ。マルコム。カデリア瞬間。よし、この勢いに乗って彼女に告白しちゃおっと。ちょっとこれ待ってたらどうする ?4 周目。え、何？ある意味、アントンのやつは幸せ者だと思うよ。なんであそこではしゃげるのか、俺には不思議で仕方ないな。これ意図せず手に入れたな。これ見逃しがちか、結構。あれ、最終回だ。最終回。あ、じゃあ、これで完成ってこと？そういうこと？わあ、そうなんだ。へえ。そっか、じゃあ、エンディング終わった後、セブン評議会で読みますかね。読もうかな。来るね。どう？反応する？もう反応しないの？もう反応しないんだ。人のことジロジロといやらしい目で見て。何のつもりなのかしら。本当に失礼しちゃうわね。これが男と女の違いだ。告白したらボロクソなんだろうな。そっか。なんか面白いイベントだったな、今。特殊だな。エーデル、オーナー、今日もよろしくお願いします。ボースマーケットは混沌としているけど、すごくエネルギッシュだったわ。同じことをしても勝てないし、うちはうちならではの予選を強化していかなきゃね。おー、すごい。さすがだな。模倣してもダメと分かっている。うちは質のいい品を厳選して、並べているところが特徴なのよ。なるほどね。自分たちの強みと弱みをよく分かっているはず。今日はいい天気だし、飲み物が売れそうね。落ち着いてるな、こっちは。本日は何お姉ちゃんの何を教えてくれる？姉は甘いものが好きなのに太らないのよ。あれ、戻ったな。だから、紅茶に浮いてないのよ。あれ戻ったら前、あったよね、これ。なんだろう。むしろ向いてんじゃねえよ、それ。っていうか。今日は買い物をやめて、どこかへ食べに行こうかしら。でもきっとどこも混んでるわよね。あ、そっか。ノエルさんじゃなかったね。シーナさんか。やっぱ、主婦の人違うよね。キリーお姉さんの美味しい紅茶を入れるためのゴールデンルール。その後。茶葉はちゃんと蒸らすこと。茶葉って最初に苦味が出て、その後に美味しい成分が出るのよ。だから、それまでしっかり待つことも大切なの。でも待ちすぎると、今度は渋みが出ちゃうからね。長い葉で3分強。短い葉なら3分弱ってとこかしら。茶葉はちゃんと蒸らすこと。美味しい紅茶を飲むために忘れちゃいけないことの一つよ。なるほどね。アイラはなんか時間を教えてくれた気がするな。ちゃんと3分強とかそんな微妙な中途半端な時間設定じゃなかった気がする。数値で、さすがギフティア、数値で教えてくれた気がするからな。アイラの親方とは遠く及ばないな、キリーさんは。午後から西街区の大聖堂を見に行く、見物に行く予定なんです。今から楽しみだわ。普通に楽しんでるな。なんか、普通に楽しんでるね、ずっと。最初皿なんて何でもいいと思ってたけど、良いものはやっぱり良いんだよな。そうなんだ。なんでもいい。100均でいいと思っちゃうけどね。それにしても、ボース、ルーアン、ツアイスと、立て続けに事件ばかりだな。前も言ってなかった。何も起きていないのはこのオートと、ロレントくらいか。このまま何も起きなきゃいいけど、やめてよ、そのフラグ。ロレントでもなんか起こんの。ていうか、王国全土で起こるんだろうな、リベール全体で。なんかそんな感じだよね。カノーネ、注意だっけが、回ってたから、そういうことなんだろうなと思ってるけど。